南房総へやってまいりました。もうここはほぼ房総半島の最南端に近いところなんだと思います。仲間と3人でやってきました。お水色がですね、若干こう濁りは入ってますけど、仲間が先に竿を出してるんですけどね、サバ釣って、フグ釣ってっていう、まあそんな感じですね。本当にね、サバすごいですね。見えますか？カメラ映ってるかな、これ。ほら、サバ。サバすごいですよ、これ。今これ見えてるのは、これ全部サバですね。はい、スタートの仕掛けですね。針がグレバリの5号、ハリス2号を1ヒロ取ってあります。浮きが005に、こうやって板なまりを貼ってありますね。まあ、浮きを固定したいので、浮き止めというのがここにあって、これを真下まで下げても、これで固定になるんですけど、やっぱりやってるうちに、ちょっとこう、ずり上がってきたりするんですよね。なので、この用事でですね、浮きの下を止める。まあ、これで完全な固定になります。とこの仕掛けでやってみたいと思います。仕掛け入れるタイミングがわからない。どちらかといえば、沖にサバを追いやって、手前を釣る。そんなイメージですかね、今ね。これで、手前に、まあ、さっき言ったコマス黒かで合えばいいかなっていうぐらいですかね。うわ、もうかかった。半端ね。もうかかっちゃった。やばくないですか、これ。もうかかっちゃったよ。この辺から狙っているかな。この辺から落として。どう大丈夫かな。ダメだ、サバだ。すごいよ。お、メスがいたんじゃない？サバ？うわ、コマス打ってないところもサバだらけですからね。サバだよ、サバ。サバでしょ、これ。サバだよね。いや、サバっすね。やっぱりサバだな。いいよね。よっしゃ、一応いたよ。一応メジナがいるのは分かりました。いましたね。落ちた。よし、とりあえずメジナがいた。はい、仕掛けをですね、変えました。針がグレバリの6号、ハリス2号2ヒロ取りました。浮きが 3B ですね。そしてハリスに、均等になるように B のガン玉を2つ打ってあります。誘導がヤビキですので、仕掛けが馴染んでちょうど2ヒロ半ですね。サバの下で、まあ、メジナが餌を拾っていることを信じてやってみたいと思います。いや、
ばくないですかこれ。もう手前も沖もサバなんで。にいるのかな。魚があったかいですね。はい、お、なんか浮いてきた。今一瞬浮いてきたね、何かね。よっしゃ、来た。うら、サバか。サバだったりして、ほら、メジナだ、よかった。ほら、お腹がメジナの子ですね。あ、これでその下にいると思っていいかもわかんないですね、けどね。あ、一応メジナマジか、このサイズしかねえわな。ちょっとメジナサイズアップしないですね、はい、メジナこのサイズですね、全部。これサバじゃない。よし、何来た。メジナやれ、メジナ。おー、一応メジナ。あ、違うわ、なんだこれ。ほら、石垣台だ。石垣台でした。すごい引いたのにね。サバしか釣ってないから、このサイズでもかなり期待しましたよ。よっしゃ、軽いっすね。あれ、触ってるんだけどな。よし、あれ、あー、なんか来た来た来た。ほら、これサバと一緒にこれが泳いでるんですよ。これサバと一緒に泳いでるやつ、イワシ系の、なんだろう、好きなんですけどね。いやいやいや、メジナが、メジナが嬉しいんですけどね。ちょっとサイズ、これはいけるかも。もういない、サバの群れいなくなったんじゃないですか、だいぶ。誰だ。おー、メジナが、やばい、サイズアップしないですね。メジナ、ほらほら、浮いてくるやつがいる。なんかいるんすよ、でかいの。お、なんでかけた。あ、サバ、でっかいっすね。だいぶアップした。しっかりですね。サバかよ。
分にはいるんですけど、元昨日いるんでしたけどね、綺麗なお長めジナですけど、まだ子供です。はい、さあ、仕掛けをもう一度変えました。針はグレパリの5を、ハリスを一ひろに詰めて気温また00号のように戻しました。まあ、最後までサバが激しかったんですけど、まあ、風が後ろから吹いてるんですごく釣りやすいですけどね。うわ、サバか。サバでした、まだ。まだサバ。はい、着きましたね。サバ、お帰りなさい。雨が降る予報なんで、こう、なんていうんですかね。全部をちょうどよく作るというよりも若干固めに、水少なめに作ってその都度調整してます。うお、すっごいサバでしょこれ。こんな、うわ、よし、持ち帰りサイズ。誰や、お、まあ本当はフグ、もうやめだ、もうサバのレビューが止まらない。もう一匹持って帰ろう。